はい、ということで5日目やっていきましょう。樹海のへそ、周りがこれなんだ、落下する、崖の上に立ってんのか。早速行ってみましょう。パーツ多くね1,2,3,4,5,6,7,8,9個、9個あったね。樹海のへそ、あ、ちょ、みんな静かにね、集中集中、 BGM 聞くから。 BGM ないねこれBGM 無ですね。なんかすげえ奥のあのエリアにさ光ってるの見えるんだけど、あれなんだ。うーん、とりあえず赤、あ、懐かしいこの BGM か。赤と黄色をいい感じに持ってって探索行こうか。まあここの壁から先に壊そうかな。これ何、砂利、砂利だな。あ、これね、オリマーが乗ると吹き出ますね。間欠泉ですね。ピクミン、あ、パンモドキいる。パンモドキお前久しぶり。あれお前、あ、お前殴るとダメージ入るんだ、パンモドキ。え、この地、行って、この時代のパンモドキはね、倒すのめんどくさいよ。で、あとは、でも水がめちゃくちゃあるから、あ、ポン菓子もある。あ、ポン菓子は使わない。水がめちゃくちゃあるから、青ピクミンの出番だと思っ、何の音あ、これ壊してんの、あ、蜜出てきた。いいね。これ壊して、これ壊して。蜜がある、蜜がある。ほらほらほら、蜜出てきた。はい、奥にあの、青ピクミンのオニオン見えるの分かります？ちょっとあれやろっか。なんか一匹足んない。いや、まあ、出た、一匹足んない。なんで？え、なんで一匹足んないの？どこ？そこ？なんかいるわ。ここに、あ、一匹いたわ。え、わかった。今回じゃあ、そしたら青ピクミン全力で増やそう。こっちだね。あん、普通に徒歩で行ける距離にありました。来たー、青ピクミン。え、もうパート3にして、ピクミン全種類揃うという。左のあれ何？こわ、奈落じゃん。ほら、お前の誕生日は7月26日です。青ピクミンはね、あの、口のあたりに、まあ、口っぽい何かがあるんですけど、あれはエラです。え、またしても違う色のピクミンだ。頬にはエラと思われる部分があり、このまま水の中にいても平気な様子だ。A で掴みながら R で持ち替えて指示するなど、効率よく生態を観察していくことにする。よし、今日からよろしくな。あ、来た来た来た、待って、青ピク、パンモドキ来た、パンモドキ、引っ張って。そう、引っ張って、勝って、頑張って、待って、もう一匹いたら多分勝てる。おいで、あいつ、引っ張れ。やばい、待って、敵いる。ほら、引っ張れ。そう。これね、この引っ張り合いね。これ引っ張り合いに勝てないとね、多分この時代はパンモドキに勝てない。まあ、勝てないことはないけど、すっげえ時間かかるんだよね。まあ、さっき、オリマーのパンチ見てくれたと思うんだけど。で、どうするかっていうと、上に吸い込まれてって、落下ダメージ食らうんですよね。だから、ペレットとかそこら辺にわざと置いといて、で、これを引っ張って、パンもどきを、吸い込みます。オッケー。お前パーツ持ってんの？スペースフロート、宇宙遊泳の下手なパイロットには欠かせない浮き輪。14匹揃った。まあ、あとはそこら辺のペレットも全部回収して、青ピクミンのものにしちゃおうかな。あ、ピクミンはこの間欠泉乗れないの？あ、この時代オリマーだけなんだ。まあ、でもここ坂があるからあんま関係ないね。あ、爆弾はこんなところにある。え、投げるのか。分かった、そういうことか。え、ちょっとここにあるパーツ回収しようと思ったんだけど。イオニウムジェット1。ちょっと匂う煙を出すが、脱出速度へ一気に加速できる。で、これ青ピクじゃないと回収できないから、ちょっとこれやってもらっていいですか。で、あと黄ピク連れてこよう。で、このまま行って大丈夫だよね。まあ、ちょっと道をね、踏み鳴らしていきましょうか、オリマーで。ここ、こうやって通って、ここ通って、あ、大丈夫だね。うん、余裕で行きます。で、キーピクを5匹くらい ?6 匹一応持ってくか。キーピクで、まあ、ここ降りて、まあ、水に触れなきゃいいだけなんでね。降りて、で、これ持ってもらうじゃん。わーい。なんか微妙に足んねえ。5個か。これを投げて、オリマーどうする？オリマーが徒歩で戻って、で、ここで回収して、投げて、で、オリマー徒歩で戻ると。
爆弾岩の位置がちょっといやらしいね。でこれで拠点への近道が解放されるんだけど、いや3つ5個しかないからどこを解放するかでめっちゃ悩んでる。ここ確かに解放したら楽ではあるんだけど、ショートカットしただけで終わるから、この辺の道かな。どうしよっかな。この白い壁か、この奥に見えてる壁、これって黒、黒だよね。じゃあ白い壁壊そっか。あてててんてんててててんてててててんてんてて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 。オッケー、異常があったら大変だ、後で念入りにチェックしておくことにする。え、これ6個分じゃん。あーミスった、3つで壊せると思ってた。じゃあ今日はマジで青ピクミン増やしてそれで終わりにしよう。特にやることないわ。お、何その葉っぱも抜けちゃうの。多分これも蜜だよね。間欠泉出るところと出ないところあるの、なんだこれ。あ、待って、あ、そうだ、この間欠泉ピクミンで叩くと使えるようになるんだ。オッケーオッケー、そういうことね。よし、オッケー、これで34匹全員いますと。1日終えます。遭難5日目、森の奥に開いた洞窟。ここで私は青いピクミンと出会った。青ピクミンの頬にはエラのようなものがある。彼らは水の中でも平気で暮らせるようだ。ということで今回も犠牲ゼロです。はい、でまた樹海のへそ6日目来たんですけど、まあ、まずやることは爆弾岩だね。で昨日の続きでここの道を開けたくて、あ、1個で開いた。じゃあ残りはそしたらこっちだな。やっぱ初都化になるところ。ここですね。入り口。ここ解放させましょう。で、今日は何やるかというと、まあ、赤ピクミンで敵の総体ですね。総体ってなんだ？敵を駆逐したいんですよね。あと、ここら辺の橋とか。わあ、ここ待って、ウジンコいるかな？ウジンコいそうじゃね？まあ、出てきたら一瞬回収して。叩きのめせばいいか。あー、これ橋作るより前にどっくり倒した方が良さそうなんで、あ、いないか、いない、大丈夫だね。まあ、どっくり倒しましょう。まあ、どっくりはね、赤ピクミンだったらもう普通に殺せるんで。ちょ、おいでおいで、そこ引っかからないで。いけ、バトル、突撃突撃。あ、待って、オリマー食らう。危ねえ、オリマーは火食らうんだよ。いった、あつ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 。あ、めっちゃ食らった、3分の1。すげえ吹っ飛んだよピクミン。オッケー、4D 映画のごとくピクミン吹っ飛んでたけど、まあ、へっちゃらですこの子たちは。いやー、待って、トビンコ出てきた。トビンコキモ、お前。ちょ、1匹ずつ来い、1匹ずつ、1匹ずつ来い。そう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 、1匹ずつやろうぜ。 OK。 あ、地面からちょっとだけ口が出てるのね。オッケー、倒した。あっちあっちあっち、待って、オリマーが死ぬわこれ。オッケー、これ気をつけなきゃいけないのピクミンじゃなくて僕か。あー、小金持ちいた。まあ、小金持ちは無害なんで大丈夫です。まあ、一応やってみる。ペレット落とすだけなんだよな。でこいつ倒したいんだけど、なんか奥にさ、マロガエルいるんだよね。大丈夫かな。あ、待って、気づいた気づいた、待って待って、マロガエル気づいた。怖い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 。ちょ、どっくりもうちょいこっち来ない。いや、ダメだ、あいつやれない。こっち来て、こっちこっちこっち。ちょ、マロガエルがいるんだって、ほら。あいつは強えよ、普通に。どっちかおいで。そうそうそう、どっちかおいで。待って、あ、待って、あ、いやー、強くね。え、こいつどうやって倒す。後ろから囲う？ダメだ。あ、死ぬよね。え、待って、こいつ強い。マロガエルどうやって倒そう。あー、じゃあピクミンが働いてくれてるうちに僕はこいつを倒しましょうか。ほら、お前やめろ。ピクミンが今働いてんだよ。こっち向け、こっち。全然相手にされてねえな、これ。ああ、こういう時紫か岩がいればな。いやー、マジでマロガエルがクソ怖え。大丈夫か。あ、同士打ちしてる。なんか直列つなぎみたいになってるよ。オッケー、まあ、見えてるところは倒せたけど、あっちにもなんかいる。マロガエルさ、昔は囲ったら、昔っつうか今の作品囲ったらこいつ普通に倒せたんだけど、
分かった、飛んだ後のクール…は？何も言ってない。飛んだ後のクールタウンを狙おう。飛べ。待って待って、ダメ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 、それダメそれダメ。あっ、ケツから行こう。ケツから攻める。あ、飛ばないね。オッケーオッケー、飛ばない飛べない飛べない飛べない、こいつ飛べ。あっ、あ、待て待て、それダメ。いやもう油断するとすぐこうなる。いやーマナロカエルきっつ。バカバカバカ、そっちはやばいそっちはやばい。待って、あ、ねえ、またやられたんだけど。このゲームさ、マロカエル最強なんだよ。待って、あー死んでる。あー、この時代やっぱそうだ、この時代のトビンコ、トビンコウシンコは捕食するとピクミン離さないんだ。はあ、ちょっと待って、やっぱ戦いの戦闘会になるとリセット多くなるな。一回さ、水の中探索してきていい？マロガエルが2匹、もうこの時点で辛いね。だってこん中さ、青ピクでしか行けないじゃん。飲んだ飲んだイオキシン、飲んだ発がん性の倍、ダイオキシンを除去するロケットカバーだ。これでこの星の大気を汚さずに移動できる。青ピクミンって赤より火力低いから、ここに黄色？ん？なんだこれ。あ、上？あ、青でこの橋を作って、で、橋を作って、黄色が来れるのか。よし、じゃあこの先進んでみましょうか。障害もなくなったところで。いや、めっちゃ落ちそう。え、これって、で、この時代のこの火吹くやつって壊せるんだっけ？壊せないんだよね。だからオリマーが気をつければいい。赤ピクは、危ね、赤ピクは食らわないけど、あ、てか低い壁があるからこれ落ちないのか。まあでも一応ね、一応テテレテレテレやって、オッケーオッケー。これ一応壊してくれる？この先、何がある？あ、青ピクミンでやって、間欠泉を出してからってことか。で、多分この先にね、お宝があるんだよ。あ、青ピクだ。青ピク。で、そっから赤？本菓子？ん？どういうことだ？え、青ピクでだってこれ運べなくね？あ、青ピクで水中から水の中から出して、で、あとは赤に任せるっていうことか。めんどくさ。あ、めんどくせえ、これ。そういうことか。あ、なんか、小金持ち出てきた。パンチパンチパンチ、橋つながりました。で、ここに水があって間欠泉もあるから、青で間欠泉壊して、で、僕が上に行って、キーピクだな、あの高さ。あ、いや、赤でもいけるか。いけないね、黄だな、黄色と青か。いや、今回このお宝取ろう。橋渡んの怖えんだけど。ちょ待って、まあ、ここは大丈夫、多分大丈夫。青と黄色をちょっと持ってこよう。こういう時にテッテレッテレッテレを使っていきましょう。なんか1匹足んね。なんで99匹なんだ。で、ここを火は青と黄色やばいんで、ゆっくりいくよ。ちょ、押さないで押さないで。なんかすごい、オリマー勝手に動いてんだけど。ここ。OK。あ、てか、あれだね。3色ピクミン揃ってんの、これ初めてだね。彩り綺麗だわ。何やってんの、お前は。青で、この間欠泉を壊すじゃん。で、解散。で、青回収。あ、青解散。で、僕が上に行く。で、黄色で、あの、なんかダイヤみたいのを回収して。待って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 、おかしい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 。プルルル。え、上のお宝ってあれ何匹？でもちっちゃいからいけそうだよな。マジで命がけなんだけど、怖え。なんでキーピクってこんな危ない作業ばっかやらされてるんだ。ピクミン4でもこういうのあったよな。キーピクで笛呼ばないで、このまま。OK!15! おいで。あ、なに？リーブーラーを発見した。娘からのプレゼント。娘の星座にちなんだ名前をつけている。リーブーラー。え？大丈夫。鼻枯れたけど今ので。ちょっと下まで運んでくれるか。
そう、オッケー。もうね、こっから先赤で運んでもらうから。まあ、やっちゃった。おいで。で、この宝石は赤で運べば、この先は大丈夫。で、ちょっと、時間ないから、青ピクでさっきのお宝、水の中から出すっていう作業をやろう。あいた、あちゃ。危ね、間に合った。え、これ、あ、水の中から出したい。ちょ、頑張って。あ、待って、違う、間違えた。普通に間違えた。やべ、いや、あいつら運んでるじゃん。待って、あれ回収しないと死ぬ。危ね。OK。ちょ、回収。ダメ。間に合わなかった。ごめん。99。98?99、待って!危ない!今一人燃えてた。いや、ちょ、待って。初代ピクミン6つ。いや、何がむずいって犠牲ゼロでやるのがとことんむずいわ。ダメだ。遭難6日目。疲れた。時々ピクミンの頭の葉っぱがつぼみや花になっていることがある。どうやら発芽したピクミンを抜かずにそのままにしておくと時間とともに成長するようだ。知ってんだよ。花ピクミンに成長すると足が速くなる。急ぐ仕事は A でつかみながら X で花ピクミンに持ち替え、あ、できるんだ。 A でつかみながら X、 そうなんだ、知らなかった。また激しく戦った次の日、そこにピクミンの目があるのは時々種を残すためらしい。ん?激しく戦った次の日。へえ。戦えば戦うほど次の日に目が出てくるってこと?勝手に増えるのか?知らなかった。ということで、はちゃめちゃな6日目でした。何回リセットしたかわかんねえわ。